はい、1月のナンバーワン放送イエーイ2021年、はい、一発目の栄えあるスターダムグループ各店舗のナンバーワンに、はい、集まっていただきました。自己紹介をお願いします。はい、エスコレクションの主任キャモン日向です。イエーイ。はい、はい、シールズ主任の天海エイトです。イエーイ。クラブシャンティーリーダーハイロミです。イエーイ。クラブスターズシャニン黒崎大です。ありがとう。クラブシンフォニアシャニン港です。イエーイ。はい、最後ですね、僕、はい、クラブエスティニー、あ、俺役職人だった。はい、今週末でラストになります。死んでるみたいに行きたくない上白蘭です。イエーイ。どうこれよ。早速お題の方一番近いんだ。ロキ君。はい、じゃあ僕行きます。デートに連れて行くならどこ。来たー、来ましたー。そうですから。これやな、パッと今お題でデートかと思ってパッと思いついたのが、はい、僕ほんまに僕なんですよ。もう僕の中でも完璧にもう人間ドックなんですよ。自分のね、健康状況知りたいし、一緒に連れていく大事。デート行くことが大事な女の子だからね。いや、その子の、なんかね、こう安否だったりも気になるわけよ。俺だって絶対ね、デートどこまでいじっていいかわからない。むずいよ。人間ドックか、もう墓場だよね。あの下見みたいな。あ、もしかしたら一緒入るかもしれんけん、一緒にもう土地選んどこよみたいな。いや、触るなりっすよ。だから俺に行く心理しな。逆にどう頑張って逆にどう見なくて。僕は選手ですかね、もう。うわー、いや、出た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 。いやいや、インドアなんであんま外出たくないんですよ。ほんまに。ですです。なんでもう普通に社員証を飯食って帰るぐらいが。ああ、家に。あ、はい、ほんまにいいかなと。はい、エイトさん。もう普通に自分が思う理想のデート。なるほど、理想のデートか。理想っていうのは。でも昔よく言ってたのは使えない子。いや、もうよぎった。いや、僕よく言ってたんだろう。いや、地元地元がめちゃくちゃ近くて。そう、俺も近いですね。いや、降りたの地元が近い。夜景ですかね。あ、デートといえば、うん、イチコロなの。おしゃれだな。女の子といえば夜景でも落とす。するいよな。あ、マジで絶対ないでしょ。マジでみんなと変わんないでしょ。もう得意やもんな。ご飯まず行くでしょ、うん、お腹空いたからもう全部自分の多分気持ちで動いてます。腹減ったから、あ、まあ、肉食べたいから肉食べ行こうで連絡して、ちょ、ご飯食べ行こう、しかも肉ってもう全部決めて、もあくまで自分したいな。そうそうそう、はい、しかも休みの日なんで、その肉、まあ例えば肉食べ行ったら、そこ肉食べてニンニク思いっきり食って、もうその後口臭いからもう何もできない、使いましょうみたいな、はい、持っていくかなっていう感じですね。っていう、はい、レストランに。うわ、出た出た、これが最後に。確かに幸せそうだな、いいとこも。お客さんも、おしゃれ。まあ話もほどほどに、お酒もほどほどに、あ、うん、まあちょっと終わりくらいのタイミングで、あの、僕この下で寝てるから、よかったら来てて。こう、うわ、めちゃめちゃかっこいいやん。一番かっこいいやん。じゃあ次行きますね。お、はい、ございます。さあ、来い。今の題は代表のいいところ。うちの代表いいところ、でもほんまに今上がった通り、いつも絶対笑顔だし、本当に明るいっていうのと、厳しい状況でもなんかこう楽しい話変えたりとか、笑いに変えてみたりとか、本当に、ああ、上ずっと見とる人なんだなって思うけど、一緒に当たる今日本当に、なんだろう、気持ちを上げてくれる人。直してほしいとこはあんまないんだけど、一個めちゃくちゃ強いて言うなら、いじるときに俺とかでもこういじりにくいのを、でもこういじりたいっていうのがあった結果、
思い切っていじらずちょっと気使わずに、なんだろう、弱程度でいじってくるけど俺も反応しづらいみたいな。あもう行くんだ、行けばいいよみたいな。それはあれじゃないですか、ラン君ちょっといじりにくいじゃないですか。あ、それは違う。あ、うちの代表ですか。こんなイメージありますみんな。よく特に優しい。話が長いって聞いたことある。酔っ払ったら、めちゃくちゃ聞くんです。あー、でもそうです。魚が大好きなイメージ。あー、そうっすね。それってほんまにイメージ。そう、いいイメージ。みなみくんベロベロの時に、あの新人、多分新入ってほんとすぐぐらいに、お前ら夢かけこれ、このノートに、みたいなノート出されて、なんかで、あ、これガチなやつだと思って、俺むちゃくちゃも長文で書いて、ノート1ページに、おー、すげえ、書きますみたいな。で、やってことだけ書いてて、で、次が来たら俺のノートにお前ら落書きしたの。なんでやねん。もう言ったやん。いや、みやみくんやっぱあれです、万能、万能です。あー、何でもしてくれるんで。そうですね、直してほしいところは、酔っ払った時に4時間ミーティングするのはやめてください。ほんまなんです。やっぱほんまなんです。マジでね、来ましたね。来ました。スタートの顔ですよね、言ったって言っても本当に顔じゃない。やっぱあのいいとこ、まあ、特にもうそこっすね、知名度。まあ確かに知名度めちゃめちゃ、やっぱ新規のお客さんは代表見に来たとかめちゃくちゃ多いんで、すごいよ。確かにそう、悪いとこはもうないんですかね。あ、なんだ。危ないよ。突っ込んでくれって言われるじゃん。マニアックな話が多いんですよ。あー、わかんないですけど、あんまり。あ、スターウォーズの、スターウォーズとかも全然わかんない。確かにストーリーで一回絵描いて、あの、ああ、やったくね、ヨウ、絶対ヨウだと思って、ヨウだとしたらブブブって出て、なんだったっすかね、なんかヨウだの親みたいな。そういうことを直してほしい。ちょっと、直してほしいですね。それぐらいですかね。マニアックな話を減らしてほしいです。さあ、じゃあ、お座り回して、あ、ウキ君代表は、代表イッサ君は、イッサ君はまあ、1年ぐらいもう禁止なんですけど、なんかもう、そこからもう僕の肝臓にもう、ほんと活躍してくれなって、なんかシャンパンおろしても、ほぼ全部飲んでる。一人で代表自ら宅飲みで、例えばオリゴールで動いたとしても、はいはいはい、それをもう一人で全部ヘルプで飲んでくれた。すげー、肝臓にすごい、やばいこと言う空気がすごくて。直してほしいとこは、なんかスノボめっちゃうまい感じで、なんか印象っていざ、なんかスノボってあのブランドあるんですよね、なんかバートンとか、はい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 、バートン買ったっていうから、まあなんか伊佐くんめっちゃできるなって、ガチでなんかなんか、で一緒に行ったら、まさかなんか履いて立って3秒でこけるみたいな。スノボ。大きい口叩く代表嫌いではないけど。嫌いではないけど。いやね。俺、まあ、いいですか。はい、小太郎さんの。もういいとこで言ったら、いい意味でもう試しですよ。まあ確かに。いい意味。しかも肉めっちゃ好きなんですよ。ああ。ステーキ大好きだから。はいはいはい、ああ入ったな。ステーキやな。あざっすみたいな。もう流れが、それ出た瞬間に今日は。悪い言い方で言うとただ飯みたいな。めっちゃいいですね、もうご飯食べたい人も全員行ってたんですよ。全員行ってたんすよ。みんな巻き込んで、もう送迎車が俺全員乗れみたいな。あ、確かに。これはいいね。がもう、俺乗れたら行くぞみたいな。で、何人も10人ぐらいで肉。へー、すごい。悪いところで言ったら、まずあのもうパジャマみたいな服で出勤する。一番やばい時は、俺のこと、もうあのミツバチみたいなやつ、ミツバチみたいなのもあるし、あれもスウェット、スウェットみたいな、はいはいはい、もうの無地のスウェットみたいな感じで、寝起きで、彼もさわざで、あぶね、遅刻しとけたわ。もうそれに関してはアウトだったらいいかもみたいな感じでできたりってな感じで、でも本当にもう人から愛される人だな。そうですね、もう本当に愛されすぎてます。じゃあ代表はさあ、じゃあ、ですね、次行ってきますか。最後、クラブシンフォニアの代表、マミさん。うわ、もう本当視野が広いですね。おお。
ラーメンも。まあ、悪いとこ。いや全部そこ気になる。全部それないよ、今から。悪いのもあるんじゃん。もうちょっともう言いたいことあるんで、僕お、カナメさん言いたいこと、はい、どうぞ、ぜひちょっとくらい弱み見せてほしいですね。あなんか人間味がない、頑張りすぎたのかなみたいな。あそうですね、まあもっと任せてもらえればな。おおめっちゃいいこと言うじゃん。ラストのお題が、まだ、まあ、まあ、そうでーん、売り上げ以外でお客様にしてほしいこと来ました。はい、おー、売り上げ以外で、売り上げ以外で、あ、ありますね。男の子紹介してください、従業員。おー、ホスト、女の子からの紹介がやっぱ一番強いじゃないですか。確かに従業員の好き嫌いをなくしてください。あであってほしいですね。そうです、ありますね。さあ、ロキュア、はい、売り上げ以外だったらもう、あれですね、30超えたんで、最近もまあ、座って接客するじゃないですか。はい、ほんと、もう肩がすごいことで、あ、まあ、はいはい、肩も、毎回来てもらった人は肩もみマッサージよね、痛まってくれと、痛まってほしいですね。はい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 、まだまだ46まで頑張っていきたいんで、僕の体を痛まって、痛まってください、痛まってください。絶対家買ってとか、やっぱり、ああ、まあ次は家かな。もう大きい態度戻ったし、次は家かなって。家を、そうですね、家買ってください。そうやな、いや、これでいいよね。ワンちゃん買える、ワンちゃん買える、多分ホストってこれが正解なんだろうなって。もう俺どうするのこれ最後。じゃあもう最後、もう終わりなんで、はい、パッと出た時に思ったのは、女の子に売り上げ以外でしてほしいことでしょ。まあもしね、2回目3回目僕に何かあった時のためにドナー登録だけしとってほしいなっていうのと、まあでもそれに付随、全然付随してないですけど、本当に体は大事にしてほしい。はい、もうしんどいならしんどいで休めばいいし、はい、誰かのためにそんな血を流すようなことまではせんでほしいかなっていうことですね、僕はこれ。これほんまに本心だ。一回しんどい思いしたからこそ体はほんまに大事にしてっていう。綺麗にしまったよ。はい、ということでね、はい、1月の、はい、ナンバーワンホストク以上になりますね。2月の、はい、スターダムグループ各店舗、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。